さて今箱根のワインディングロード上り勾配に入っているわけなんですけど、エンジンだけの最高出力は152馬力ですから 2.5 リッターという排気量を考えると数値的にはね、かなり控えめです。つまりエンジンとして燃費をね優先するという設定になっているかと思います。ただその出力の足りない分はモーターが十分に補っているわけですよね。ですのでこうした上り勾配が連続する場面でも今モニターを見ても分かる通りエンジンに加えてモーターがアシストしているということですね。でそのモーターがアシストするための電力もハイブリッドですから、例えば下り勾配が連続する場面では走行エネルギーを電力に置き換えてどんどん回収することができる。ですので意外とハイブリッド、こうしたワインディングロードエネルギーの収支という意味を考えても得意とするところだと思います。でなおかつ場面に応じてフロントがメインなんですけど、時々ね発進直後であるとかそういった時にはリアのモーターも威力を発揮すると。ちょっと今回試す機会はないですが、滑りやすい路面に入ればまさに E4 ですよね。フロントがエンジンとモーター、リアがモーターによって 4WD システムとしてね機能させることもできるというわけです。それから今エンジンかかってるんですけどすごい静かですよね。エンジン音ほとんど聞こえてきません。これだけ静かですとロードノイズがねかえって目立ってしまう可能性もあるんですけど、ハリアーあれこんなにロードノイズの遮断上手だったかなと思うぐらい今ザラついた路面を走ってるんですけど、ほとんどロードノイズが耳に入ってきません。マイナスエンジンに際して、そのあたりの何かの対策をしたというのはね、資料には出てなかったんですけど、感覚的には確かに良くなってる気がしますね。実はターボモデルにはパフォーマンスダンパーといってボディの振動をねダンパーを使って減衰するような機能を備えているんですが、このハイブリッドはそれがないのでそのあたりがちょっとターボとの違いとして現れてしまうかなと思ったんですけど、音であるとかね振動であるとかそういった意味ではそんなに大きな違いを感じません。むしろハンドリングの方でしょうかね。ボディ剛性をパフォーマンスダンパー保管する役割も果たしますから、ハンドリングという意味でステアリングを切った時のダイレクト感のような印象については私自身以前ターボ乗ってるんですけど、やはりターボの方がそれなりのスポーティーな走りを実現できてんじゃないかなというふうに思います。だからといってこのハイブリッドがハンドリングの面でなんかつまらないとかねそういったことはないです。ハンドル操作に対して非常に素直にこうした形でね向きを変えてくれますし、手応えもすごく自然でスムーズですし、この辺りの印象はスポーティーというのとは違いますけどラグジュアリーなねこのクラスの SUV にふさわしい満足感を提供してくれていると思います。乗り心地もとても快適ですよね。路面の継ぎ目あるいは路面のこう速度を落とさせるための横断方向のペイントが連続しているようなところを通過してもそれが不快な、ね、振動として体に伝わってくるというようなことがありません。だからといってサスペンションがこうふわふわと柔らかいわけではなくて割とスポーティーにコーナーを駆け抜けたとしてももちろんロール感はあります。ロール感はあるんだけど妙にぐらついた印象になるとか無駄にロールが大きいとか前後方向のいわゆるピッチングが気になるとかネガティブな、ね、印象は控えられていると思います。アクセルを踏み込んだ時の加速なんですが燃費優先のエコモードにしたまんまですとかなり穏やかになるわけですが、ノーマルのモードで試してみましょう。では上り勾配ですけどねアクセル踏んでみます。あーなるほどね、エンジン高回転域を維持しながらなおかつモーターがアシストすることによって刺激的とは言えないまでも力強さをね、十分に実感することはできます。結構魅力的ですよね。というわけでハイブリッドとターボそれぞれに魅力があります。ターボについてはやはり走りを楽しみたい人にとってはうってつけの選択と言えるでしょう。ハイブリッドについてはロングランでの快適性であるとか燃費性能あるいは市街地でのやはり燃費性能ですよね、ハイブリッドならではのモーターで走り出すあの独特のフィーリング、このあたりを重視したい人にとってはおすすめの選択ということができます。